18日、日本時間19日までを行われた米男子ゴルフツアーのジェネシス招待は、松山英樹、レクサス、が最終日に6打差を逆転。通算17アンダーで劇的優勝を果たした。難コースとして知られるリビエラ CC7322 ヤード、パー71での猛チャージで込め、通算9勝目。プ 世界最高峰プレイヤーたちが松山を称賛する動画を公開し、ザンダー・シャウフェレ、米国は7年前の衝撃を振り返っている。ジェネシス招待で、松山は最終日に3連続バーディーを3度もマーク。ノーボギーと会心のゴルフで、62を叩き出し、見事な大逆転優勝を遂げた。これで米ツアー通算9勝目、チェキョンジュ、チェキョンジュ、韓国の8勝を抜き、 アアジア勢最多となったプガツアーの公式 X 旧ツイッターでは秀樹・松山は同僚から高い賞賛を得ているとの文面とともに動画を公開米ツアーで活躍する選手が登場しそれぞれが松山を称えていた世界ランク1位にも輝いた実績を持つシャウフェレは初めてこの男は信じられないやつだと思ったのは WGC のブリヂストンで61をマークした時だったと思うと解雇した2017年の世界選手権シリーズブリヂストン招待で松山は最終日に1イーグル7バーディーボギーなしの61をマーク逆転でプガツアー通算5勝目を挙げているその日68で回ったシャウフェレは E ラウンドだと思っていたでも驚くことに彼は61をマークした と当時の衝撃を振り返ったその時点で、この男は信じられないやつだ、って感じだったのを覚えている。そして彼はただ一生懸命にやっていて、彼の周りには本当に良いチームがいる。ただ集中して、あらゆるプレッシャー、期待、そしてトップ選手に降りかかるもの全てを乗り越えているんだ。2021年の東京五輪では金メダルに輝き、ベーツアー通算7勝も誇るシャウフェレ。 年齢も近い松山のことを心から認めている様子だった。